皆様、今日は本当に本当に応援いただいてありがとうございます。サッカーっていうのは体と体がぶつかり合うスポーツです。時にはぶつかり合う中で怪我をする、そんなある意味勇気が必要なスポーツになります。そんな戦う選手たちにいつもいつも勇気を与えてくれるのは皆様です。これまで応援いただいた皆様にも感謝し、今ここで応援いただいている皆様にも感謝しております。そしてこれからこの群馬で生活する、そんな人たちにも夢や希望が与えられるようなクラブになるように、これからも私たちは勇気を持って皆さんからたくさんのたくさんのエネルギーをもらって戦ってまいりたいと思います。今シーズンもまだ1試合、大事な試合が残っております。次の試合もぜひ応援いただければと思っておりますし、来シーズンその次に向けても我々戦ってまいりますので、引き続き熱い応援をいただきたいと思います。改めて応援していただいている全ての方に感謝を申し上げるとともに、これからもよろしくお願いします。それでは続きまして大槻剛監督、よろしくお願いいたします。そして今このセレモニーに残っていただいている全ての方々が雑魚さんだと思います。今日ボールガール並びに戦いやってくれた女の子たちもですね、今ここにいてくれることはもう雑魚さんの一員で、またこれをクラブがこの地にあってずっとね皆様と一緒に続いていくんだと思っています。なんとしてもそういったねスポーツの素晴らしさ、ところの素晴らしさ、そしてザスパ草津がここ群馬で素晴らしいものなんだということを胸の中に持って毎日を過ごせるよう、そういったクラブになれるよう頑張りたいと思います。あと1試合応援よろしくお願いします。
より多くの支える方々がいる。そうして初めて私たちはプロサッカー選手として仕事をすることができています。2022シーズン、決して素晴らしいと言えるシーズンではありませんでした。それでもこうして走り続けられたこと、戦い続けられたこと、すべてはこのチームに力を与えてくださった皆様、思いをかけてくださった皆様のおかげです。無常の世界で人は移り変わります。同じ顔ぶれで同じもう一度シーズンを戦うことはありません。それでもザスパクサス群馬がザスパクサス群馬であり続けるのは、このチームに関わる全ての皆様の思いや力がクラブの信念を作り、その信念がクラブの足となり、私たちを走らせ続けます。残り1試合、たとえ残留が決まったとしても、このエンブレムを背負うものとして示すべき姿があると思っています。この先どんなことがチームにあろうとも、皆様がいれば大丈夫だと思っています。その魂を持って残り1試合戦います。ホームで最後勝利に飾れたこと、非常に嬉しく思います。これからも応援よろしくお願いします。石井浩二代表取締役社長、大槻剛監督、山田浩二選手よりご挨拶をさせていただきました。それではこれよりザスパクサス群馬選手スタッフが今シーズンも共に戦ってくださったサポーターの皆様にご挨拶に回ります。バックスタンド側から順に場内を一周いたします。皆様、選手スタッフがお近くに来た際には大きな拍手と激励をよろしくお願い申し上げます。